火脚混載機の一種であるボーイング747から 400M ボーイング737のコンビ型。機体の前方は貨物室、後方は客室になっている。火脚混載機は貨物と旅客の輸送を一緒に行う航空機のことである。火脚混載型の機体は旅客と貨物のどちらか一方だけでは一気分の需要を確保できず。 採算が取れない路線に使用されることが多い。旅客機に大型のドアを追加し貨物機としても利用できるようにした、火脚混載機はコンビ型などとも呼ばれている。このような機体は、旅客や貨物専用機では採算の取れにくい地方路線などで使用されている。火脚混載機の典型例の一つとして、ボーイング747から 400M がある。 この747から 400M は、胴体後部側面に、貨物用のドアが付く仕様となっている。通常型の747から400とは、異なり後部が貨物室になっているため、747から 400M は、通常型の747から400よりも、定員がはるかに少ない。例えば、KLM オランダ航空の747の400。 通常型の定員が408名なのに対し、747から 400M の定員は268名となっている。ATR42 と ATR72 は、首左側にカーゴドアを配置したコンビ型を標準モデルとしているなど、地方路線をターゲットとした設計である。ありがとうございます。